よくぞ参った勇者よ。こうしてそなたを再び迎え入れることができて嬉しく思うぞ。ホメロスにたぶらかされたわしは長い間勇者こそ災いを呼ぶ悪魔の子だと思い込んできたが、よくぞホメロスを打ち果たし我が娘マルティナを見つけてきてくれた。おかげでようやく目が覚めたぞ。それからお主に会わせたい相手がいるのだ。もうグレイグよ。はっ。私よ、幼なじみのエマよ。よかった、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私あなたがお城に旅立ってすぐのことよ。ホメロスという将軍が大勢の兵士を引き連れて医師の村にやってきたの。血の通わない冷たい目をしたその将軍は私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも遅れて現れたグレイグ将軍はホメロスを止めて私たちをかくまってくださってね。長い間お城に閉じ込められたままだったけど、あなたが本当の勇者ということが分かって出してもらえることになったのよ。本当によく頑張ったね。天国のおじいちゃんもきっと今のお前を見たら喜ぶはずだよ。さあ勇者よ、急な準備ゆえ大したもてなしもできぬが、今日は存分に宴を楽しんでくれ。皆の者、心して聞け。この日よりこの者を真の勇者と認め、その名を称える者とする。勇者様万歳。勇者様に栄光あれ。Thank you.
なぜだ、なぜ剣に触れられぬ。まさかこの力は。貴様、その剣を、勇者の剣を。一体何の騒ぎ？姫様、これは。やっぱりあなたはお父様じゃない。いいえ、どうやら。なんとなく感づいておったよ、デルカダール。宴まで開いて王になりきるとはな。まったく、とんだタヌキがいたもんだ。消えた。ちょっと出てきなさい。ヒョン、まだ遠くへ逃げていないはずよ。早く後を追いまし。随分手間をかけさせてくれたわね、このベロニカ様から逃げようと。デルカダール国王に化けた悪しき魔物よ。か我は魔導士ウルノー。16年前にユグノア王国を滅ぼし、デルカダール王に成り代わったもの。今まで貴様を追い回していたのも、全ては勇者の剣を奪い、たったが剣が貴様の手に渡った今、もはや手段は選ばぬ。ここが貴様らの死に。貴様が魔導士ウルノーか。こうして会える。ウルノーか、貴様。今までずっと王にとり。ブレイグよ、貴様は良い手駒であった。焦らずともすぐに天国の。貴様、まさか我が祖国ヴァンデルフォン王国を。生まれたばかりの勇者を襲い、ユグノア王国を滅ぼし、そして私たちの16年を奪ったあなただけは許せない。この無念、私も戦わせてもらう。こいつは私の家族と。こいつがお前の運命を狂わせた元凶だ。力の限りを尽くして戦うぞ。来るがよい、貴様の力を奪い。ここで終わりにしてくれる。Thank you.
悪魔。出番かのう。これはどうかな。諦めろ。全力で行く。どうや。ドルクマ滅せよ。しっかりせい。俺が相手だ。これはどうかな。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよ。ブッ！ブッ！長い夢を見ていたようだ。イグノア王国が魔物たちに襲われてから、わしは一体おお、それは勇者の紋章。あの時の赤子がなんとたくましく成長したことよ。そなたにはきちんと話をしたいところだが、まだ体がゆっ。お父様、
あまりしゃべ。私はお父様の容体を見ることにするわ。明日になったらまたこの玉座のままで来てちょうだい。マルティナちゃんは16年ぶりにパパに会えたんだもの。話は進化たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間、随分ひどい王だったようだな。そなたがいなければこの国は、いやこの世界はウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は。勇者よ、よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒し、そなたこそ古の勇者老主の名を継ぐにふさわしい。俺たちとうとうやっ。お姉様、ま、ごめんなさい、今こうしてみんなとこの場にいること。嫌ですわお姉様ったら、私たちはいつだって一緒だ。そうよね、変よね。ありがとなんだ。とてつもなく邪悪な気配を感じます、この力。そういえばウルノーガが最後に時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよとか。あ王様大変です、勇者の星に異変が。なんだと。わしは先に3階のバルコニー。
んと禍々しい空の色だ。みんな、あれを見て。勇者の星が落ちているのか。勇者の星が落ちてしまったのか。何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるやもしれん。王よ、私も勇者と共に行きます。これまで勇者に刃を向けてきた償いは、勇者の助けになることで果たす。まだ俺にも守るべきものがある。
きさなの。様子を見てこいとは言われたが、こいつはぶったまげたな。何なんだよあの黒い物体は。表面から禍々しい気を放っています。聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。このまま放ってはいけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。勇者よ、お困りのようじゃな。生きていたのか、ウルノーガ。このわしがウルノーガとな。そうか、わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。預言者だと。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてとはいえ、この姿では落ち着かんじゃろう。わしには見える。お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。神の使いケトスに天空の民だと。なんだそれ。伝説の笛の音が彼の地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。ちょっと待ちなさいよ。全然わからないわ。残された時はわずか。ぼんやりしている暇はないぞ。さ、伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし、何か心当たりある？他に当て。に会ったのも空まあいいわ。それじゃあ行きましょう。あのそ、
町ごと空に浮いてるのか。いにしえの昔、生き物たちは大樹の加護のも、ですがある日、闇が空を覆い、ニズゼルファ、地上に現れた黒い太陽。あれはニズゼルファとは、かつて地上を地獄に、ケトスを操りし勇者よ。預言者の言っていた天空の民と黒い太陽、あれは勇者。
こちらが我らが長老イゴルタ。長老様は神話の時代から生き、勇者を前にすればイゴルタ様も目覚めると思いましたが、しかこの里に伝わる神話について、古の昔、邪悪の神ニズゼルファは命の大樹に眠る大いな邪神は大勢の魔物を引き連れ、邪悪、しかし万物の創造主たる命の大樹はこのことを予見し、その者の名は老主、あなたの祖先、伝説の老主はケトスの背に乗って大空を舞い、広大なロトゼタシアの大地をめぐって飛ぶ。そして戦士ネルセン、賢者セニカ、魔法使いウラノスという頼もしき三人がいる。四人は力を合わせ勇者の剣を作り、邪神討伐へと向かいました。その話が本当ならば、倒したはずの邪神がなぜ？残念ながらそれは私ですが、勇者が生まれた意味はわかります。あなたと邪神は、しかし一体どう立ち向かえばよ。苗木じゃ。ん？おお、長老様が褒め。みんな静かにするんだ。大樹様の苗木を頼れ。苗木。大樹様の苗木。あなたにお渡ししたいものがあります。あちらの苗木は遥か古の、残念ながらここにある聖なる苗木、しかし地上にある三本の聖なる苗木の記憶を読み解けば邪神討伐の手がかりが得られ、それではそちらの台座に。これはあざが反応している。何だったんだ今のは。聖なる種火の炎が、その、
聖なる種火はロトゼタシアの創造主である聖竜、その聖なる炎は長老様、うん、長老様、わしもその者らの眠、まさか長老様、この者らの目には希望の光が宿っておる。大樹の葉より生まれ入れし子らに大いなる祝福を。